ジョニー・ワイズ・ミューラーはオーストリア・ハンガリー帝国出身のアメリカ合衆国で活躍した水泳選手、俳優。ヨーハン・ペーター・バイス・ミューラーとして現在のルーマニアのティミショアラの近くでドイツ系の家庭に生まれる。彼が7ヶ月の時に家族でアメリカに移住、ペンシルベニア州やシカゴで育つ。病弱だったため医者に勧められて水泳を始め、 12歳の時に YMCA の水泳チームに参加するようになる。1922年、リューク・カハナモクが持っていた100メートル自由型の世界記録を更新。1924年のパリオリンピックでは100メートル自由型400メートル自由型自由型リレーの3つで金メダルを、水球で銅メダルを獲得。 1928年のアムステルダムオリンピックでは100メートル自由型自由型リレーの2つで金メダルを獲得。スポーツ選手が俳優に転身した例はそれなりに多いがその代表的な存在としても語られる。選手時代の活躍が業界関係者の目に留まり、1929年、ワイズミュラーは下着メーカーの BVD と契約を結びモデルとなった。 合衆国中を回って水泳賞、水着のチラシ配り、サイン会、トークショーなどを行った。同年初めて映画、アメリカ娘に栄光をあれに出演し、一軸の葉をつけて、アドニスを演じた。クリスタルチャンピオンズでは本人役で登場した。メトロゴールドウィン・メイヤーと7年契約を結んでから、俳優としてのキャリアが本格的に始まった。筋肉隆々で、 イメージに完璧に一致したことから1932年のルイエンジンターザンでターザン役を演じ世界にセンセーションを巻き起こした。ターザンの原作者エドガー・ライス・バローズも喜んだという。ワイズ・ミュラーはモーリン・オサリバンをジェーン役として6本のターザン映画に出演した。3作ではジョニー・シェフィールドが子役として共演した。 1942年には RKO に移籍し、さらに6本のターザン映画に出演した。12本のターザン映画で、ワイズミュラーは200万ドルを稼いだと推定され、ターザン役では最も有名な俳優となった。1971年の世界 SF 大会に招かれており、参加した矢野トールによると、70歳を過ぎているとは思えない若々しさだったという。 矢野からターザンシリーズの翻訳が開始されたことを知らされると非常に喜んでいた。晩年はハリウッドの精神病院で現実とターザン役を混同したような気候を重ねていたという。1984年死去。ありがとうございます。